はい、中村翔太です、皆さん、いつも動画を見てくれてありがとうございます、今日から10月に入ったということで、また、だいたい毎月やってるんですけど、10月のリーディングをして、見えてきたことだったり、ポイントに感じたことをシェアしていきたいなと思ってます。今回はリーディングしたんだけどね、いろいろ読んでたらもうね、語り尽くせないぐらいいろいろリーディングしたのね。でこれを全部話すとものすごい時間になりそうなぐらいだったんです。で今日はなのであえてね、ここがすごくここからのポイントになるなっていうところをこうあえて一つに絞って話したいと思ってます、こうね、いろいろぐわーって喋るよりか時にはね、この一つが大事だと思うよっていうね、こうポイントを絞るのもいいかなと思ってます。秋分を通過して僕たちは極化していきます。極化っていうのは極まるってことなのね。ピンクはビビッドの赤に、水色は深いブルーに、そうやって色が深まっていくの。僕たちが今決めていることや持っているものや日々の選択や、そういった中で僕たちが決めてきたことというものがあるはずなんですね。それは頭の先っちょで決めてきたことではないです。生き方を通して選んできたものです。例えば目を覚ます、この人生で私は目を覚ますんだって決めている方は、目を覚ましていく自分にマッチした行動を取ってきたと思うんですね。私はこの地球で自由さそのもので生きていこうって、そう思っている人は、自分が今できる限りでこう自由っていうものをね、表現したり、自由を感じられるものを選んだり、そういうふうにやってきたと思うんですね。こうやって生き方で決めてきたことを通して、今自分はこういう方向に進んでいこうっていうものがこう決まってきているので、その現段階で決めているその方向性に進んでいきます。そう、つまりすごいシンプルに、自分が決めている方向に、そして生き方を通して選んでいる方向に、加速していくよってことね。でその上で、じゃあ10月っていうこのタイミングに、本当は10月以降もなんだけど、10月から特にこれまでよりも特にポイントになってくることって何かなっていうと、私の正解は私が決めるっていう、ちょっと固い言い方だけど、覚悟のようなものです。私の正解は私が決める。極化っていうのは360度にみんなが自分の方向に戻っていきます。自分の決めた方向に進んでいきます。今までだったらなんとなくこう近しい人たちとだったら、同じような正解や同じような価値観を持ってこう進んでいくってこともできましたが、もしかするとここからは、これまで近しいと感じていた人だったり、これまで一緒に歩んできたという人だったりと、もしかしたら選んでいるものが違うこともあるかもしれません。自分は自分の道を行く、私は私の人生を生きる、私は私の目覚めの道を生きる、っていうことなんです。なんでそれぞれがそれぞれの方向に行きます。なので例えば誰かについていくこと、誰かに依存するような形でね、ついていくことっていうのはできないんですよね。自分の人生、自分の目覚めの道は自分で決めて自分で生きていく、極化していくから自分の道が際立ってくるのね。そんな時に今言った
私の正解は私が決める。また、っていうのが大事になってくるのね。そう、私の正解は私が決める。もう要するに言い方を変えれば、一人一人にとって正解がもっと違ってきます。これまでよりももっと私にとっての正解はこれなんだよね。私にとってしっくりくることはこれなんだよね。でも隣の B さんは私にとってしっくりくることは逆にこっちなんだよね。逆にあっちなんだよね。とか、そういうふうに自分自身のその極化していく方向だったりによって、持っている正解やしっくりくるものが変わってくるということなんですよ。またもう少し別の角度から言うと、今社会全体としてはどんどん本質があらわになっていっているところではあるんですね。なので、そうですね。例えば今までは、なんとなくこう、そうですね。社会的な、メディア的な情報の中で、なんとなくこう、オブラートの中に包まれるようになっていて、なんとなく曖昧になっていたものが、結構こう、いろいろはっきりとあらわになってくるっていう方向に大きい流れで言うと言ってはいるんですけれども、こっから、2、3ヶ月っていうのは、このあらわになっていく流れではあるんだけれども、若干その流れの中で言うのであれば、少し本質が見えづらい時期でもあります。何を言ってるかっていうと、シンプルに言うならば、多数派の意見ってあるでしょ？この多数派の意見っていうものの中でも、正解が見えづらいですよってことなんです。今までだと、例えばなんだけど、社会の中で、こういうふうにやるのが、安定した生き方で正解だよとか、こういう考え方を持つのが、一般的に考えたらいい人だよとか、そういう、なんか、大体こう考えてれば、なんか、普通でいられるよみたいな。みんなで共有してる正解のような、まあ常識って言ってもいいんだけどさ、三次元の概念とかそういうものもあったと思うんですね。でも、ここがぐらついてきています。それによって、この多数派の正解っていうものが、本当にそうなのかな？それも悪いわかったわけじゃないかもしれないけど、もっと新しい考え方があるような気がするんだよな。っていう方向に、ちょっとこう、ここから数ヶ月でもっとこう移行していくっていう流れがあるんですね。なので、その多数派の意見にしがみつく。これってさ、さっき言ったような、私の正解は私が決めるってできてないでしょ？多数派の意見だから乗っちゃえ。常識だから乗っちゃえ。有名な人が言ってるから乗っちゃえ。これって自分の正解自分で決めてないじゃんね。でもこの今までその多数派だから乗っちゃえとか、有名な人だから乗っちゃえって、例えばできてたとしても、極化していって、それぞれの正解が際立ってくるので、そう、これがすごく大きなズレを生んでいきます。なので、なんというか、こう、なんとなくその外向きになってると、正解を外に探すような、誰か教えてって、もちろん参考にするのはいいんだよ。でも誰か答えを教えて、みんなはどうするの？その多数派の意見に乗りたくて、みんなはどうするの？ってやってると、すごく迷いやすい時期に入ったなって思います。だからこそ逆に、私の正解は私が決める。みんながどうだったとしても、私にとってしっくりくるのはこの道だ。こういうことをすることだ。こういう考え方を持つことだ。そういうふうに、私にとっての正解はこれ。それが周りと違くても、私の中の正解はこれ。で、これを肯定して潔く行動していくの。これがね、すごい大事な時期に入ってるなって思います。10月だけじゃないんですけど、10月からって言ったら方がいいかもしれないんですけれども、特にこの自分軸がすごい大事になってきますね。私の正解は私が決める。それが周りと違かろうが、近しい人と考え方が違かろうが、私にとってこれが大切って思ったらそれを生きる。で、ポイントになってくるのは、私にとってのしっくりくる正解はこれだな。じゃあこうやって生きよう。
こういうことを大切にしよう。そうすると行動が必要になってきますよね。私はこうしていこうって決めてても行動しなければ地球での生き方にならないじゃないですか。行動が生まれるでしょ。その行動するときに、なんかこう恐る恐るみたいな人、ちょっとみんなといつもと違うから恐る恐るってやるんじゃなくて、おすすめがあって潔くやるの。潔くっていうのは、私はこれがしっくりくるな、これが私にとっての正解を私が決めたなって思ったら、そうそうそう、潔くっていうのはこうフレッシュにやるって感じかな。恐る恐るじゃなくて、じゃあまずはやってみよう、進んでみよう、そういうふうな、なんか前向きなフレッシュさを使って、なんか行動に移す。こう自分の正解を決めても、そこに恐る恐る、なんていうのかな、こう疑い疑いってやっていると、どうしてもその自分でせっかく正解を決めたのに、そこにエネルギーの脆さが生まれてしまうんですね。だから、なんかそういう、意味では、深く自分の正解と丁寧に向き合って、で、行動するときはフレッシュに。爽快に、潔くみたいなね、ところがすごいです。でこういうもう本当に人と違くてもいいんだよ。僕たちは人と違くていいの。だってあなたはあなたでいたいから生まれてきたんじゃん。ハイヤーセルフのあなたはこの私を生きたいって、この自分を生きたいって言って、その姿形、その、その人間的ないろいろこういうスキルを持って生まれてきたんでしょ。いろいろいろんなものを持って生まれてきたじゃない。ハイヤーセルフのキラッキラな僕たちがあなたを指名したんだよ。変な言い方だけど、ハイヤーセルフの、僕のハイヤーセルフは僕という姿形を指名したんです。僕はこの自分で生きたいって、あなたはあなたのハイヤーセルフが自分で指名して生まれてきたんだよ。指名というか、まあでも自分が納得して生まれてきたの。だからこそ僕たちは人と違っていいんだよ。だってみんな、どのハイヤーセルフもその指名した人、指名した姿、生き方って違うじゃん。いろんなのがある中で、あなたはあなたを選んだんだから。だから自分を生きていいんだよ。人と違くていいんだよ。多数派と違くていいの。糸島市からのお知らせが、ちょっと待って、窓開いてんの。はい、ドア閉めてきました。そう、自分を生きていいんだよ。そう、自分が自分を指名して生まれてきたんだからさ。そしてそれに気づいて、僕たちが僕たちをあらわにしていくの。自分という人を表していくの。それが何かっていうと、僕たちが新人類に戻っていく、まず第一の練習なの。僕たちは新しい、目覚めていく人類っていうのは新しい人類になっていくよ。新しい宇宙の文明っていうのがあるんだけど、この文明により近づいていく生き方を始めていくんだよね。地球人って、それからこれからね、だんだんとだけどそうなっていくんだよ。あなたもそうだと思うよ。ってなっていった時に練習があるんだよね。その新人類として生きていくよってなった時のこの練習、レッスンみたいな、その第一レッスンみたいなものが、自分を表して生きるっていうことなの。ここが、僕たちが新しい地球の生き方をしていく時の、もうなんか一番の、なんていうかな、まあある意味での第一歩だよね。そう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 、いいんです。僕たちは自分を生きていいの。ワンネスっていうのは、みんなが一緒ってわけじゃないよ。みんな違うよ。みんな違うけど元は一つなの。そう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 。みんなが本当に全部一緒だったらさ、こうやって地球にいろんな姿で来る意味ないでしょ。いいんだよ、人と違くて。人と違うんだけど、根底にある愛というものは一つだったんだなってことに気づいていくことが、まあある言い方をやる一つの角度から見れば、これもワンネスだなって僕は思います。そうやって自分を表していく、そうそうそう、新人類へのレッスンが、よりこう一段階扉が開かれたようなタイミングなので、ぜひぜひその自分を生きるを大切にしてみてください。自分を生きるっていうのは、
最後にもう一回言うけど、私の正解は私が決める。人と違くてもいいよ。一対多数って言った時に多数派の意見じゃなくてもいいよ。だってあなたはあなたを生きるためにハイヤーセルフのあなたはあなたを指名して生まれてきたんでしょ。いいんだよ、誰かと一緒じゃなくて自分を生きる。これが僕たちの新人類になっていくまた一つのレッスンになっています。それがまた本格的に始まっている時期に10月っていうのは入っているなと思います。はい、ということで、じゃあね、ほんと10月に入りましたが、今月も皆さん素敵な毎日を過ごしてください。で、実はですね、11月の5日に、角川出版さんが主催で、ワークショップをやることになっています。テーマはね、2023年は魂にとってどんな1年なのっていうテーマ。そしてその2023年は魂にとってこういう1年だよということを踏まえて、じゃあ今何が大事なのかっていうところを話していくワークショップになります。ワークもやりながらも皆さんに事前にご質問をいろいろお聞きして、こう皆さんとのコミュニケーションをより大切にしたイベントになる予定です。自分の目覚めを自分でデザインするっていうのがね、とても大切なタイミングに入っていると思います。目覚めていくっていうベクトルは一緒でも、目覚め方とか目覚めていく時のなんだろうな、リズムみたいなものってやっぱり人それぞれ違うのね。やっぱり自分の目覚めは自分でデザインしていくってなっていった時に、すごくね、今大切になるところ2023年っていうものを踏まえた上で今何が大事なのかっていうところを皆さんとシェア共有していけたらなというふうに思っています。で、今回はね、会場は東京です。東京都でやります。またオンラインもあるので、オンラインのリアル配信でご覧いただくこともできますし、またオンラインでもリアル会場でもご参加いただく方には録画の映像もお送りするので、リアルタイムがちょっと難しいなっていう方は後から録画で見ることもできます。はい、ということでね、で、募集が実はこの動画の配信をもってもうスタートしているんですね。いつもだと何日後に募集ですよってやるんですけど、今回ちょっと主催者さんが変わっている、いつもの主催者さんではないので、それによってちょっとお申し込み方法とかもいつもとちょっと違うかもしれないんですけれども、すでに募集がスタートしています。引かれる方はまた詳細などはいつものように概要欄に貼っておきますので、詳細をね、見ていただけたらなと思います。そうすごくね、なんていうのかな、目覚めていくという視点から2023年と今年の残りをこう丁寧に見ていく、そしてなんていうのかな、こう見ていくだけじゃなくてどういうふうに行動にしていくのかみたいなね、そういうこうこの地球での生き方にしていくところも大切にしながら進めていきたいなと思ってます。それでは今日も見てくれてありがとうございます。今月もぜひぜひ素敵な1ヶ月を皆さんお過ごしください。それじゃあまたね、バイバーイ。